ずいぶん騒がしいな。ほんと、ももさんが起きてからは毎日がうるさいくらい。そっちは？壊滅的だな。思いは老若男女関係なく等しく失われている。今 ASA で動けるのは私とリフレクター候補であるうつぼ心二人だけだ。そっか、私たちは水崎篠を止めに顧問へ行くつもり。あの子たちならきっとできる。はあ、君たちなら必ず。ゆりちゃんの友達？そうだな。